カスタチオーネ作品6は、ジャン・シベリウスが作曲した、還元楽曲。バイオリン競奏曲を、お披露目する1904年の演奏会のために書かれた。表題は、カッサシオンのことを指しているが、これは18世紀終盤に人気だったセレナーデに似た、音楽様式のことである。曲は5つの、エピソードから構成されている。当時、シベリウスの作品番号は40番台まで来て、 板にもかかわらず未使用のままだった作品録画されたことにより作曲が早い時期に行われていたことが示唆される。初演は1904年2月8日作曲者自身の指揮、ヘルシンキフィルハーモニック協会館弦楽団の演奏で行われた。同じ演奏会では他にも規模の大きな作品としてカンタータ、日の起源が演奏された。オスカル・メリカンとの演奏表において カッシャツヨーネは、ほとんど取るに足りないと評価された。シュベリウスは1905年に修正を行ったにも、かかわらず、改定すべしと書き入れている。曲の開始部分の半分解により、不安を高める方法は、1962年の映画で、ジェームズ・ボンドシリーズ第一作である、007、ドクター・ノーに、モンティ・ノーマンが作曲した冒頭の音楽に比較される。ロブ・バーネットは、 この作品をカッサシオンと呼ぶとはシベリウスはユーモアを介する人物だったに違いないと述べる。バーネットはバレキレフ様式のクラリネットソロ、エルガー風のセレナーでそして上品なオーボエソロの存在を指摘している。ありがとうございます。